腸活って便秘から入って、うん、女性の中でダイエットから入ると思うんですけれども、うん、はい、間違った腸活しちゃうと逆に肌が荒れちゃったりするんですよね、うん、企業だと思ってほしいんですよ。腸ってブラック企業には居座らないでしょ皆さん。錠剤でフィズス菌なんとか菌って飲んだとしても餌が来ないと居ついてくれないんですよ、ね、でも腸内細菌って会社と似てるなと思ってる。善玉菌2割悪玉菌1割日和見菌っていうのは善玉菌が強いときは善玉菌の見方して、まあ、悪玉菌が強くなるとそっちに不動票ですよ、これは7割ぐらいで、だけど悪玉菌ゼロにしちゃったらダメなんですね。ダメなんですよ。これって企業もそうです。だからやっぱりアンチがちょっといないと、一人いないとちょっとおかしな宗教みたいになってくるでしょ。でもアンチが多くなると日和見菌もアンチになってダメな企業になるんで、バランスは組織論とほぼ一緒だと思ってるんで。腸活というふうにくくったっていうことですけど、まあ、昔からね、僕らのちっちゃい頃からそれこそヨーグルトを食べるとかそういうのは別にあったわけですから、まあまあに、まあ、そのちょっとアップデート版ですけど、やっぱりこの免疫機能とかそういったこととかの関係とかがやっぱこうここ20年ぐらいですごく出たのはやっぱ大きいかな。単なるお腹の調子の話じゃなくなってきたっていう、ね、だって15歳ですね、うん、言ってみたら15歳からもう人生の半分腸活、ね、これ まずなぜ流行った、まあ、自己自慢やられたことは、はいはい、やっぱり耳にしたわけですか情報をね。そうですね、いろん なんかこう自分の体感を自分は大切にこう実践者として、うん、やってきたわけなんです。そういった意味では自分で自分のこう体で研究してきたようなイメージかもしれないんですけれども、うん、今のちょっとお話を聞いていて、うん、ここ、まあ、20年ぐらいでっていう話があったんですけれども、私の、まあ、一番、研究としては長いアーユルヴェーダっていう東洋医学の一番こう原点になってるって言われてるものでは、うん、こう体の消化力、いわゆる食べ物を消化するという消化力っていうのと、心を消化するいわゆる感情を消化する消化力っていうのが等しいと言われていて、5000年前からそのお腹腸というものが小腸というものが感情を消化するために関わってきているというか、感情消化してるんですね、はい、というふうに言われていたんです、ね、鶴太郎さんこうやって腸やりますもんね。やってるやってる、確かにそうですね。そのヨガとアーユルヴェーダっていうのが姉妹科学と言われていて、うん、逆の側面から見た本当にコインの裏表みたいな感じで言われてるんですが、なんと5000年前からおそらく腸活を意識してきたというのが東洋医学で、だけどなぜこんなに流行らなかったのかっていうと、それこそエビデンスがなかったと思うんですね、うん、さっき先生方がおっしゃっていた怪しいぞってことですよね。そうなんです、そうなんです、うん、まだまだ解明できていないところももちろん医学の中でもあると思うんですけれども、うん、そういったところをずっとこう民間療法から、うん、それこそおばあちゃんが感じてやってきたことっていうのを、治ったことっていうのを次の人にもやって、次は治らなかったからこういうことをやってみてっていうふうに、もう5000年の間ずっと人々がこう繰り返しやってきたことっていうのが、うん、医学的データはないものの、それ自体がエビデンスだったんじゃないかっていうような考え方で、うん、もちろん今100人に言って100人その通りじゃないかもしれないんですけれども、100人いたら同じこう体質とか同じ性質とかそういったものをこう割り振った上で、100人いたら例えば10人にはこの方法が有効かもしれないとか、まだそのかもしれないっていう理論なんですけれども、うん、なんかそういうところがこれからの時代で役立ってくる東洋医学的な側面も一つこう治らない病気だったりとか、いい、ね、はい、まあ、結局昔は要するに便秘解消ですよね、腸活って簡単に言うと、うん、まあ、便秘じゃないですか、まあ、課題が便秘ですよね、うん、今やっぱりこの免疫に関わってくるとやっぱ花粉症とかアトピーとか、うん、もう現在としてはめちゃマーケットでかいですよ、もうみんなね、多分都内とかで大体いつも花粉症になって手を挙げてもらうと大体いつもこう統計数値より多いんですよね、うん、大体 4割ぐらい、4、5割上げますね、大体会社なんかでも、うん、っていうぐらい、やっぱそういったものとか、さっき言った睡眠とか、うん、やっぱりこのやっぱこう、まあ、うつもそうですね、はい、うつ病に治るとかいうことはちょっと言い過ぎかもしれないけど、ね、やっぱりこうセロトニンの問題、うん、やっぱ課題のでかいところと腸がつながってたっていうのがやっぱでかいですね。マーケット的にはアレルギーだったりとか、アレルギーでかいですね、かなり今子どもたちってアレルギー増えてるじゃないですか、はい、増えてるんですよね。そうなんですよ、昔なかったんですよね、ほとんどなかったのがだんだん増えてきてる、いろんな環境要因があると思うんですけども、やっぱり腸内細菌の多様性が低下することで
でということが言われているので、やっぱり3歳ぐらいまでに、まあ、ある程度の食物繊維だったりいろんなことを取る。3歳の子とか本能的に全部口に入れるじゃないですか。そうそうそう、あれですけど菌入れてるんですよね。そうそうそう、あのいろんな菌中にこうぬか床みたいにいっぱい溜めて、うん、いや本当うちの子とかおにぎり与えると、うん、一旦地面に捨てて腸活してんな腸活ですよ。1歳の子腸活してんなと思う。大体あの幼少期のあれで決まっちゃうんで決まっちゃうので、だからそういったこともだんだん分かってくると、あじゃあそれをどういうふうにしていこうかなとか、うん、アレルギー予防だったりとか、花粉症とかがね一番なんかアレルギーが少ない、うん、職業は親が酪農農家の人とかいう説もあるぐらい、うん、そうなんですよ。私、うん、沖縄の宮古島出身なんですけど、うん、私あの父の田舎がめちゃめちゃ田舎 で、あのヤギとか馬とか牛とかと一緒に戯れて遊んでたんですね。そうすると私未だに花粉症もないしアレルギー一つもないんですよ。だからもう全部ピッカピカに、ね、うん、今全部シャシャシャって菌とかやって、うん、もう汚いとかバッチリダメってやってると、ね、多分それはそれで、まあうんね、感染症って側面では一時的にはいいかもしれないですけど、うん、まあ、そういうこと、ね、将来的にちょっと腸内細菌とかがちょっと脆弱になってるんじゃないかなとか心配しちゃいますけどね。育児すると本当実感しますね。あ、こうやって人間って菌を体に入れて、うん、どんどん風邪ひいて手足口病になって、うん、ヘルパンギーなのって、あこういう風なことなんだなって思いますね。でもこれがビジネスチャンスなんかつながるって、大本さんなんかちょこっとなんか言った、うん、見た目的にもすごく良くなるみたいなところもある。あでもやっぱり肌ツヤとかはね関係するってよく言われますから。これはま違います、まあ、15歳からやってきて、うん、やっぱりいや見てください、まあ、いや今日じゃないですかお二人、うん、か今日あの、うん、結構見た目で言ってませんってところもあるんですよ今日は美人ばっかり来てるんですけどでもなんか、うん、でもやっぱそれはなんかあるわけですね。正直なところ体力的なところもそうなんですけど、肌とかその皮膚のこう艶みたいなものも正直学生時代より良くなってるなっていう感覚はあります。これはどうなんですか、徳井さん。やっぱなりますか。いやあのこれはやっぱり最初腸活って先生がおっしゃったように、うん、便秘から入って女性の中でダイエットから入ると思うんですけれども、うん、はい、間違った腸活しちゃうと逆に肌が荒れちゃったりするんですよね、うん、なんか便秘治ったのになんか肌荒れちゃったなとかっていうのはなんかやっぱり間違ったことをすると良くなくて、腸が良くなると肌の水分量が上がるというデータはあって、でもこれなんでかはまだ分かってないんですよ。確かに、うん、便秘の時って肌荒れますよね、うん、荒れますよね。あれ意味わかんないですよね。そうなんか、なんで便秘で肌荒れるんだろうって怪しい、まことしやかに言われてるのはガスがこう、うん、どうのこうのって言うんですけど、そんなこと医学的にはないの、あんまりないので。でも本当に腸活をして腸内細菌が良くなると肌の水分量上がるっていう研究データはいくつもあるんですよ。そうだからやっておいて、やっぱ肌の水分量上がることっていうのは、うん、うん、まあ、艶やかに、艶やかになるので、これはイコールまた老化を防ぎますもんね、うん、乾燥してこうシワが増えて、あともう一つで言うと肌ってあのたるみ、今最近は艶だけじゃなくてたるみって骨が痩せるとあのたるむんですよ、内側がたるむから。だからさっき言ったやっぱりその骨粗しょう症っていうものを抑えることによって、肌ツヤだけじゃなくて顔のたるみ予防にもなるとか、いろんな意味でやっぱたるんでたら嫌じゃないですか、肌ツヤ良くても。だからそういうのもある。骨とね肌のサイズが合わなくなってくるんです。あと筋肉を実は作ってるのもそういう腸内細菌とか。田原総二郎さんの背広みたいですよね。あの昔と同じ背広着てるからどんどんでかくなってそう、ね、今もうオーバーサイズですからね。 K-POP 買ってくれるお金あるんだから今のサイズに合わせた方がいいんじゃないかっていつも思うんですけど、そうそうそう、と思うぐらいでかいでかいですけどねえ、間違った腸活っておっしゃるの何ですか、それ知りたいです。間違った腸活、例えばあの腸活でも本当に今って、まあ後から出てくると思うんですけれども、本当にちょあのなんていうのかな、ヨーグルトだけを食べるとかなんかそういったものじゃなくて、そうでもそれって菌が合うか合わないかって全然、まあ、それはね多分あの島田さんとかもよくあれだと思うんですけど、菌って合う菌合わない菌やっぱり合わない菌あるし、あとやっぱりこう企業だと思ってほしいんですよ、腸って中の企業、はい、あのブラック企業には居座らないでしょ皆さん、はいはい、だってすぐ辞めちゃうじゃないですか、だから腸内がもうブラックだと腸は居つかないんですよ、あの細菌がね。腸って侵入者みたいなもんですね。だから錠剤で、ね、そう錠剤で例えば何とか菌を飲みましたって言ってもビフィズス菌何とか菌って飲んだとしても餌が来ないと居ついてくれないんですよ。なるほど、なるほど。そうなので例えば菌を入れるときにはやっぱり食物繊維って言って腸の餌を一緒にあげないと、いやもうこんなところ餌ないから嫌だわみたいに出ていったりとか。給料あげないとダメなんだね。そう、僕も、うん、でも腸内細菌って会社と似てるなと思ってる。僕が思ってるのは何かっていうと、
あの善玉菌、まあ、これ俗に善玉菌っていうだけであって、うん、まあ、悪玉菌とかよく言いますよね。善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌っていうのは善玉菌が強いときは善玉菌の味方して、まあ、悪玉菌が強くなるとそっちに見ると不動票ですよ、これは7割ぐらいね。だけどこの悪玉菌が多くなると日和見菌どんどん悪玉菌の味方するんですよ。だけど悪玉菌ゼロにしちゃったらダメなんですよね。ダメなんですよ。これって企業もそうです。だからやっぱりアンチがちょっといないと、一人いないと、ちょっとおかしな宗教みたいになってくるでしょ。だからちょっとアンチが、でもアンチが多くなると日和見菌もアンチになってダメな企業になるんで、ちょっと2割ぐらいはやっぱりこう意識高い人がいてくれて、7割ぐらいはまあ日和で、1割ぐらいちょっとアンチ、ちょっとハスに構えてるやつが1割ぐらい。確認しますけど、これ超の話ですよ。これ阪神巨人の話じゃないですよね。なんだろう、これプロ野球の話じゃないですよね。ちょうど最近のね、あのバランスは組織論とほぼ一緒だと思ってる。そう、そう、で、まあ、僕は勝手に思ってるだけですけど、言ってる。でもこれは、でもこれをやることによってどうなんですか、逆に島さん。とは言いながらも気にしすぎちゃってダメとかいろんな意味を含めて、デメリットとか、ね、デメリット的なものはあったりとかするんですか、デメリットですか。うーん、でもやっぱり